こんばんは、満月のねめおねえです。今朝のお育ちチェック、それから JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題やってきてくださったかな。詳細は動画の最後と動画の下、このタイトルの下の細かい文字を見るところをヒュッて押すとピャッて出てくるのでチェックしてみてください。さあ今日も実演ありです。あのね、お尻鍛えましょう。お尻鍛えてお尻力を上げよう。これね、間違いなく声を高くして言えるのは、いいお尻の男はモテます。男からも女からもいいお尻の男はモテる。はい、これだけでも覚えておいてくださいね。はい、でね、女性でお尻を鍛えてるといって日本では多いし魅力的だと思うんですけれども、男性はお尻鍛える意味あるのかなって思う人って案外いると思うんですよね。あのね、見た目だけの問題ではないんですが、まあお尻がかっこいい男性はモテます。もう一回言うけど、でお尻を鍛えることは見た目だけじゃなくて、実は ED 改善にも有益だっていうことなんですよ。だったらちょっと聞いてみたいでしょね。ぜひこれはね、男性にも取り組んでほしいんですよ。ということで今日はお家でできるお尻の鍛え方を2つ紹介したいと思います。アブダクションっていう運動です。このアブダクションっていうのはですね、足を開いてお尻を鍛えるっていうトレーニングなんですね。お尻を鍛えることで骨盤を安定させて、股関節を開くための基本動作を良くしてくれるそうです。ちょっと難しいですけど、でここを鍛えると ED 改善にも有益であるっていう可能性が、ね、あるんですね。今日は2つの方法を紹介したいと思いますので、お尻鍛えちょっとね、頭の片隅に入れてぜひ今日からやってみてください。はい、ではまず1つ目の方法です。いや、寝そべります。床に、そして肘で上半身を支えます。上の足はまっすぐ、下の足は曲げます。はい、この状態から足を上げます。ゆっくり、ここでもうお尻にギーンって入ってるのがわかるでしょうか。下げます。下げるときにパタンって床につけず、ギリギリのところでキープ。お腹にも力を入れてください。上げます。ふー、下げます。キープ。上げます。ふー、下げます。上げます。ふー、下げます。お腹に入ってます。お尻にも入っています。もうね、これは上げられるだけ上げてください。はい、では反対もやってみましょう。上の足は伸ばして下は曲げます。はい、ではいきますよ。お腹にもお尻にも力を入れて上げます。下げます。上げます。下げます。上げます。下げます。上げます。深呼吸しながら下げます。上げます。下げます。これをやったら俺はいい尻になるんだ、女子からモテるいい尻になるんだって思いながら皆さん、女性の皆さんもね、美尻大事ですからね。はい、はい、これがまず一つ目です。はい、もう一個いきます。もう一個は今度寝っ転がります。仰向けです。で、足幅は腰幅に開きます。そしてお腹に力を入れてお尻を持ち上げます。ぐーっと上がるとこまで上げます。で、この時お尻触ってみて、もうカチカチになってると思います。お腹に力を入れてお尻も力を入れて10秒キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゆっくりと腰から下ろしてください。どうですか、美人になりそうでしょ、美人に。じゃあもう一回いきますよ。はい、お尻から上げる、背中は背中まで、最後まで。はい、もう上がらないぞってところまでいったら10秒、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
8910。はい、ゆっくり。じゃあ最後ね、いきますよ。心の準備はよろしいでしょうか。これで俺もお尻王になるんだっていうところでね、いきましょうね。はい、ゆっくり上げて、上げられるところは全部上げる。肩の力を抜いてお腹で支える。いきます、せーの、1、2、3、4、5、6、7。途中でね落ちてくるのでキープしたままね、8、9、10。はい、以上です。はい、いかがだったでしょうか。疲れましたね。アブダクションね、今日2種類やってみました。あのお尻、綺麗なお尻鍛えてる男はモテる、そしてお尻を鍛えてる男は、ED にも密接に関係するっていうことなので、今日からぜひねお尻対策をやってみてください。一緒に頑張りましょう。はい、ということで最後に JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題です。1つ目が運動です。今日のような筋トレ、筋トレ動画たくさん出してますので、1日1個ずつって感じで制覇していってみてください。あと筋肉が育つと、テストステロンの分泌をねサポートしてくれますので、勃起力にも支えになりますので、毎日ウォーキング、一息ウォーキングなどもおすすめです。2つ目が生活習慣の見直しです。食生活、ストレス、睡眠なんかですね。でその中で足りない栄養素をサプリで補うのもおすすめです。こちらの妙なおすすめのサプリ、エールマッカ、これね、あの3つの課題に通ずるから私好きなんですね。夜ぐっすり、ね、眠れる、朝目覚めが良い、朝から元気に動いて夜まで集中力が持つ、仕事の効率がアップしたという声もいただいております。あとは、疲れが取れて体が元気になることで男性活力がアップして、回数満足度、持続度がアップしたという声もあります。さらには仕事もプライベートも両方つかみ取ってやるぜっていう元気が湧いてきて、それが自分自身への、ね、自信につながったという声もあるので、ぜひ試してみていただきたいんですが、大抵でもね3ヶ月続けていただきたいんですね。今は初回1ヶ月分500円で購入できるキャンペーンやってますので、必ず概要欄の URL から購入するようにしてみてください。3つの課題、3つ目がリラックスです。心のリラックスも体のリラックスも両方大事ですが、まず体のリラックスやってみてください。お家帰ったらネクタイ、スーツ外してリラックスしますね。その時に一番大事なのが下腹部、パンツのところです。パンツも締め付けゼロのふんどしパンツに着替えて夜を過ごしてみてください。ぐっすり入眠具合が変わってくるのと、翌朝のスッキリ度が変わってきますので、ぜひ試してください。最近ですね、人気 YouTube チャンネル令和の虎に出演させていただきまして、虎の皆さんがねこのふんどしパンツの良さをね体感してくれてるので、ぜひねそっちチェックしてみてください。あとショップのレビューも見てみるとなんとなく伝わるかなと思います。質問お悩みある方は私の LINE に連絡をください。私が直接お返事をしております。先行案内、限定案内もしてますので、質問ないって方も LINE とりあえず登録してスタンプを押しておいてくれると私がスタンプを押し返します。インスタ、ツイッターはね普段の様子アップしたりとか、あと YouTube、 皆さんこのチャンネル登録してくださってますか。ありがとうございます。まただったぜっていう方は今すぐチャンネル登録をお願いします。では宿題です。3つの課題、やってくること、ふんどしパンツ、令和の虎チェックすること、ショップのレビューをチェックすること、そしてサプリの URL チェックすること、最後に YouTube チャンネル登録すること、宿題忘れずにやってきてください。満月堂のみおねでした。バイバーイ。